無法者で倒した敵、大体リスナー、おいすー、ケロヘンです。もとい、クローンワ界で一番ゲームを楽しんじゃっているケロフェンです。で、最近ね、すごく思うことがあるんです、僕。めっちゃ人減ってるなって。めっちゃ人減ってるなって思うんです。ただ、なんかその人が減ってる原因、気持ち、わかるんですよね。わかる。だって、クローンワって放置しかないじゃんって。放置して戦闘力伸ばしても発揮できるとこが拠点戦だったりとかしかないし、パーティープレイもなんかパーティープレイのコンテンツ少ないからワイワイ楽しめることできないよ、少ないよってね、わかるんですよ。その通り、本当に本当にその通りで、その不満は僕もわかるんです。わかるんですけど、それでもゲームを楽しんでいるケロフェン、まあ、なぜなのかってことで、今回は僕がどうやってクローンワを楽しんでいるのか、どういう楽しみ方をしているのかっていうのを紹介したいと思います。で、計4項目あるので一つずつ紹介していきたいと思います。まずはこちら、 PVP です。やはりね、このゲームの楽しさといったら、一番に挙げるとしたら、やっぱ僕はやっぱズバリ PVP なんですよね。で、他のやっぱスマホゲーム、スマホ MMO とは一線を画す面白さというか奥深さ、プレイヤースキルが如実に出るゲーム、奥深いんですよね。やっぱスキルセットからコンボから、まあ、十人十色個性が出るっていうゲーム、なかなかないと思うんですよね、本当に。で、僕結構元は PC ゲーム、 PC のゲーム出身の人なんで、まあ、結構いろんなゲームやってきて、楽しいゲームやってきましたけども、 PC ゲーマーも納得の出来といった感じなんですよ。感じでもね、PVP 面白そうだけど難しいイメージしかなくてやってないよっていうね方結構いると思うんです。で、やっぱし、いると思う。という方におすすめなのが、このね、親善試合場です。フレンドを連れての、コンボ練習とかね、面白いと思います。まあ、PVP、やっぱ面白いって感じるのは、一番最初の入りは、やっぱし、コンボなんですよね。コンボ。コンボが決まると、面白いって思えるんですよ。練習したコンボが、闘技場行った時に実践。成功したっていうだけでも、面白いって思えるんです。で、そのコンボでハマってしまえば、もうこのゲームの PVP はめちゃめちゃ楽しみまくれるんですよね、本当に。でね、闘技場はもちろんのこと、あえて今回僕がおすすめするのは、親善試合場を利用したバトルロワイヤル。5人でバトルは、よーい、スタート。始まりました、5人バトルは。まずは真ん中に行って月光を打つ。スーパーマンのスキルを使い続けて転倒しないようにする、大事、めちゃめちゃ大事。スーパーマン、スーパーマン、危ねえ危ねえ危ねえ、見てウェイストしてる。月影山大旋風、コウさん一人やった。サンダー相手避けて、これいけんじゃないか。やばい、いけるか。コウさんからの、やったーでね、フレンドと楽しみたいっていう時は、フレンドと戦闘力っていうのを合わせていただくと結構いいと思います。まあ、こんな感じで攻撃力が1200ぐらいで、防御力1100くらい、まあ、誤差っていうのはなるべく少ない方がいいですけども、まあ、大体攻撃力が防御力より100高いっていう状況を作ってあげるといいと思います。で、さらに戦闘力差っていうのを、まあ、なるべくね低くしたいっていう場合は、こういう進化の系列ダメージを切っていただければ、まあ、より戦闘力が近い状態で戦うことができるんで、それもいいかなっていう風に思います。まあ、やっぱり僕親善試合場とかって結構やりましたし、やってますけど、おもろいんで、ぜひそこは触れてみてほしいですね。あと闘技場とかよりも、より気楽にできると思うんで、ギルメンとかフレンドとか誘ってみて、ちょっとやってみようよっていう形でやってみるのもいいんじゃないかなという風に思います。2つ目はキャラメイク、キャラメイクになりますと。でね、意外と知られてないんですけど、僕今までのゲームめちゃめちゃめちゃキャラメイク凝ってたんですよ。例えばテラっていうゲームやってたんですけど、これ見てください。これ僕が作ったキャラクター、
たちなんですけども、まあ、結構面白い見た目してるっていうか、まあ、変わってると思うんですけど、結構ね、僕キャラメイク凝るの好きなんですよ。で、このゲームでは、まあ、ちょっとイケメン寄りのキャラクターを使ってるんですけども、まあ、ビューティーアルバムっていうのがあるのが便利ですよね。めちゃくちゃ、こういう感じであるのが。まあ、ビューティーアルバムから、ちょっとかっこいいなっていうものを取ってきて、まあ、顔のパーツだけちょっとお借りして、髪型とかちょっといじったっていう形なんですけど、まあ、以前僕が、体型で遊んでたんですけど、体型はこういう感じで遊んでたりとか、まあ、体型で遊ぶこともできるし、まあ、キャラクターの容姿、面白くしたりとか、かっこよくしたりとかできる。結構ね、キャラクターのモチベーションっていうのは、ガチで、ゲームモチベーションに直結してくるものになるんで、これ結構、適当な方は変えてみてもいいんじゃないかなっていうふうには僕は思います。本当にね、めちゃめちゃ面白いんで、キャラメイク凝ると。やばい、もう多分時間泥棒だしな。キャラメイク多分凝ると時間泥棒なんで、まあもうちょっと楽しんでみてくださいと。三つ目の楽しみ方は、スクリーンショットになります。でもこれね、楽しいっすよ、本当に。楽しい。で、撮った写真っていうのは必ずね、SNS に共有しましょうと。共有すれば楽しさ倍。で、まあ例えばですけど、まあ、キャラメイクでいい男前のキャラできましたと。僕結構このキャラクター気に入ってるんで、まあ、変えないですけど。で、これで、例えば、まあ画角とかっていうのを気にしてこうやって。で、色合いとかも変えることもできますし、で、ポーズを撮らして、いいところで、パシャッと撮ると。で、こんな感じで写真も撮れると。いい感じで写真も撮れて、共有もできて、なかなかやれですよ、このゲーム。ただ、このゲームのスクリーンショットの一つの欠点は、他人を撮ると、とんでもなく画質が悪くなるとかっていうのはあるんですよね。画質が悪くなるっていうの。それもまた、オツ。それもまた、オツなんだなっていう画像がこれです。ね、これもね。これ、死んだギルメを撮ったんですけど、こういう楽しみ方もできると。何かとね、スクリーンショットっていうのは、まあ、ゲームを離れるってなった時にも、やっぱ思い出となるので、まあ、パシャパシャ撮っておくのが僕としてはいいんじゃないかなと。面白いんじゃないかなって思うんで、ぜひね、スクリーンショットっていう楽しみ方もやってみてください。最後、四つ目。ケロフェンが何で一番楽しんでいるかっていうと、それは、コミュニティになります。コミュニティ。何それ、漠然としないって思うかもしれないんですが、いろんなゲーム、いろんなクソゲーやってきたケロフェンですが、どんなゲームをやるにしろ、まあ何が楽しかったかって聞かれると、ゲームの内容ではなく、まあ誰とゲームやったからおもろかったみたいなことになるんですよね、やっぱ。なる。で、このゲームでいうところのコミュニティっていうのは、まあギルドとかフレンドとか、まあ僕で言えば、まあ配信もそのうちの一つになるのかなって思うんですが、まあね、以前、まあ、例えば、拠点戦、戦力差ありまくりで、どう考えても負けてしまうような敵と当たったんですね。当たったと。で、もうどうやっても負けてしまうんですけども、作戦考えまして、守りを捨てた一点突破っていうことにして、オラ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 っつってね、攻めていましたと。まあ、結果はもちろん負けてしまったんですけども、ギルメント、そういうことして、すごい楽しかったんですよね。楽しかった。やっぱし大事なのはゲームをどう楽しむかっていう気持ちなのかなっていう風に本当に思いますと。で、最近では、甲状腺の追加による影響か、カルフェオンサーバーでもギルドの解体だったり解散だったりっていう引退者が増えているみたいなんですが、まあ、これを機にね、ギルド、違うギルドに所属してみ、新しいコミュニティでゲームを楽しむとか、ツイッターでフレンドを増やしちゃう、なんならケロフェンの配信行って、じゃあちょっと遊んでみるか、みたいなね。っていうのも、そういったゲームの内容とは、少し離れたところでも楽しめれば、このゲーム長くまったり楽しむことができるんじゃないかなと思うので、意識してやってみてください。で、ギルド、まだ所属していませんという方は、概要欄の方に、ギルメンを募集しているギルドさんと、ギルドのお探しの方をコメント欄でマッチングさせちゃうぞっていう新しい試みを行った動画のリンクもありますので、そちらから探してみてください。お願いします。あと一つ言えるのは、戦闘力にとらわれないということ。戦闘力。まあ、戦闘力と強さだけがこのゲームを楽しむ全てじゃないと思うので、戦闘力を上げなきゃいけないと思っている方は、まあ一度その考えを、まあポンとね、片隅に置いてみて、クロマっていうゲーム、いろいろ楽しみ方あるんだなと。いうことで、クロマっていうゲームを楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで今回はこれにて終わらせていただきたいと思います。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
で毎日夜 YouTube ライブの方で配信しておりますので遊びに来てください。配信の方では質問受け付けておりますのでお気軽に、まあ、雑談ベースでお話できるといいなって思ってますので、ぜひコメントの方よろしくお願いします。動画投稿の方は毎日しておりますと。で夜は20時から投稿してます。お昼ある場合は1時から2時目安で投稿してますんで、ぜひそちらの方もチェックよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。